こんにちは、佐藤美穂です。つれづれなるままに心の歌を歌っております。今回は歌手吉幾三が1986年に発表した作品、作詞作曲とも吉自身による雪国を取り上げました。この歌は元は吉幾三が栃木県那須のホテルであった宴会の席で即興で作った歌だそうです。オリジナルの歌詞は下ネタ満載のとても放送できるような歌詞ではなかったのですが、その後レコード会社のディレクターからメロディーの良さを買われ、真面目な歌詞にして作り直すことを提案され、その時 NHK の新日本紀行の中で雪煙を上げて走る大府本線の列車の姿を見て、女の人が男の人を追う詩にしようとこの歌詞を思いついたそうです。北の大地を舞台にこの曲を聴いた人誰もが納得する、恋する女心を描いた胸をえぐるような秘伝の物語は吉幾三によって生み出された名曲ですね。少しでも